今日はね、ここはね、桜の森、まだ全然桜咲いてませんけど一応取材に来てます。開園時間8時から18時、開園期間は4月30日から8月31日。なんか早すぎるねこれね。北海道はまあ9月までね、10月はまあ寒いか、まあそれでもね10月ぐらいまでやるのが普通だよねこれね。ほうそっち側だ、そっち側変なおじさんが逆行してて、これ8月31日じゃないねこれね。普通はやっぱ10月31日までだねこれね。皆さんこんにちは。今日は小金井桜の森、今年からね、開園したんですけど、ちょっと取材に来てます。結構広いんですねこれね今ここにいるんですけど、結構な桜だねこれ。でも桜はあんまり咲いてないですね。規模は大きいんですけど、まだ桜はほとんど咲いてませんね。これが正面でしょうかね。今正面からね、撮っておりますね。結構広いんだここな まだ造成したばかりなのでね、桜の木が本当にまだ 1,2 年なんでね、咲いてる桜とね咲いてない桜がありますね、ここは展望台ということでね結構きついなこれな。どういう景色が見られるんでしょうかね よいしょ、よいしょ、そうですね、あれは宝永山かな、違うかな宝永山、八犬山ね、結構まあまあの景色でしょうかね特段素晴らしいっていうほどでもないですけどね、まあ開けてます、ここは展望台の下からのね、眺めなんですけど、どうでしょうかね。ここから全体が見合わせますかね。ここはあれですね、一応池というか、ね、こういう、池を作るっていうのはいいですよねこれ。日本庭園とは言えないんですけど一応ね、池ですねこれね。一応ねここもバイオトイレということでね、自然のね、トイレを使ってますねここはね。ここは、センターの、展望台ですね。どうでしょうかね この三角山がいいねこれねなんていう山なんでしょうか。一応ねぐるっと回ってみますかね。ここはメインの、展望台ですね。おお結構なもんですねこれね。おお、あそこになんか鐘がありますね素晴らしいですよ本当にね。これは何の鐘なんでしょうかね。幸せの鐘なんでしょうかまあついてみますか
桜の鐘なんでしょうかね。おお、結構あの残音っていうか、ワン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 っていうのがねえ、結構残ってますね。まあここはね、両側に桜が咲くと、なんか素晴らしいね、絶景になりそうですね、これね。まだちょっとね、4、5年かかるかな。まあ楽しみにしましょう。桜はね、ここしか咲いてないね、これ。7本ぐらい咲いてますかね。ね、桜公園だから、桜がないとね、7本で桜公園って言われるとちょっとね、恥ずかしいわな、これな。まあ10年20年後ですね、これ、桜公園ってね、名乗れるのは、これじゃちょっとね、桜公園とは言えないわな。まあ7本で10本ぐらい咲いてますかね、これ。ここでぐるっと回ってみますかね。さあどうでしょうかね。まあ結構あの広いんでね、10年後20年後は楽しみですね。最後にこれビジターセンターをね、取っておきますかね。最後全体入れてみますかね。なるべく公園には犬入れてほしくないね、本当にね。